おお、なんかいい感じになってきた。多分ね、こっちだと思うんですけどね、友達に聞いてきたんですけど、こっちかなと思いますけどね。軽トラの人がいてるな。ちょっと聞いてみるか。こんにちは。すいません、やっぱりこっちですね。車が通れないって聞いてたんですけど、結構車で行けそうですね。結構走りましたね、距離は。なかなかたどり着かんすね。お、橋ですね。橋が出てきました。こっちも谷川かな。あ、すごいちっちゃい谷川ですね。こっちがね、本流なんで、本流かな。なんて川の名前かな。橋の名前ももう削られてないな。なんか怪しい、ここへ登っていく道ある。これめっちゃ怪しい道あるけど、行ったらあかんようにチェーンしてますんでね、やめときましょう。村へ着いたらさっき釣りしよう。うわ、だいぶ悪路になってきたな。おおおおおおお、怪しい。これ何やろ。民有林道石里線ってことは、絶対ここに石里っていう里があったんですよね。まあ帰り寄ってみてもいいし。そしておお、どん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 深なってきたな。木が全然差し込まないですね。うわー、いいところある。すごい渓流や。うわー、素晴らしい谷やな。何ここ。しかし目的地を目指しましょう。まだかな。結構深いですよね。え、釣り橋あるぞ。なんだここ。釣り橋渡りたい。あとで釣り橋行こう。今日はね、よそ見しません。なんかいっぱい行きたいとこあるんですけど、ちょっとね、まずちゃんと目的地にたどり着こうと思います。今日は目的地に一直線ですよ。一直線に行くと、おーい、ここなんなん。ここもなんかある。ここもあるけども、渡ってみたすぎる。おっと、なんか看板でも出てるんですかね。わからんな。行き過ぎたんかな。今日はね、ここへ来るまでね、マップは一個も見てませんね。友達にね、電話して聞いたりとか、なんか道中あったおじさんに聞いたりとかして、ここへ来てます。なんかそれの方が面白いでしょ、自分的にね。そんな難しいとこじゃないと思うんでね、まあこうやって行ってみようかなと思ってます。あ、そういえば途中車では行けない道があるって言ってたから、多分まだ先ですね。なんか道が崩れて車では行けないらしくて、まだまだ先ってことか。じゃあ結構遠いな。まだ先か。なんかちょっと余裕な感じで来てたけど、思ったよりハードですね。道がもう舗装されてない。こんなんはちょっと話に聞いてませんでしたけど、ちょっと行き過ぎてるんかもしれないですね。ひょっとしたら行き過ぎてるんかな。どこっすかね。あ、なんか石垣いっぱい出てきた。お、何あれ、なんかあるぞ。なんかいっぱい石垣出てきた。ここのことかな。